モルディブで親中派政権が誕生しました。インド洋の島国モルディブで実施された大統領選挙の決戦投票で、中国寄りの野党のムイズ氏が勝利し、新インド外交を進めた与党の現職、総理不氏を下しました。モルディブは中東からアジアへの重要なシー・レーンに位置していて、伝統的にインドとの軍事協力を深めてきましたが、 新政権は中国との関係を重視する方針です。